終わったか。さっさと行くぞ。光はこの奥に集まっていたはずだ。信心深いな。こういう時だからね。これは魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。ただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、ケイケ、待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。まさか。ケケ、どうした。
誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。近くの源だ。俺が手助けする。ヒルキンだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。これは足止めに使えそうだ。あなたの気持ちもだけど、私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな。私を守ろうとして、私はいつも守るだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。こいつの背後に回れ。正面からは無理だ。力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。
今だ。ここがあいつの弱点だな。また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。これか。存在を耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られて私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない。生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違うのよ。私だって生きていたい。正面から無理だ。背後に回らないと。足を止める方法を考えないと。背後に回らないと。